タートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの12回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか？まあ、勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。スワロー、バッターは亀山。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。いやー、当たってましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。さあ、スワローズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをタイガース打線がどう打ち、打った、大きな打球になった、センターバックする、センターオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ、タイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには松永入っています。甘いコースだったんですけどね。見送ってボール。バッターの松永、今シーズンの得点圏打率は6割9分6厘となっています。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さあ、そして打席には新庄入ります。頼りになるバッターに回ったんで、チャンスを生かしたいですね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。真ん中打ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。繋げなかったですね。初球変化球にタイミングが合いませんでした。この球は外れました。打ちました。左中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。青木が抑えて3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターはバース。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。2球目、打ちました。ここはフライになっています。中村が抑えています。ワンアウト。バッターは注目のルーキー木戸。昨日のゲームで5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。さて、好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のスワローズは最下位と、なんとか立て直し、打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。そして、これが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。外れていきます。ボール先行です。打ち上げました。この打球は落ちそうだ。落ちた。ヒットになる。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点返しました。2対1になりました。1点差に迫りました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。ここで得点が入りました。さあ、一塁には同点のランナー。
バッターボックスには糸原。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。二塁は無理。一塁送球。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。さあ打席には先発の藤波が入ります。ここは自分で決めて勢いをつけたいですね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。ストレート打っていった。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース同点2対2。自らのバットで1点をもぎ取りました。ご覧いただきましょう。自らのバットでゲームを振り出しに戻しました。もう打つ気満々でしたからね。試合は振り出しに戻っています。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。これはどうか。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。右に切れます。いや今のボール危なかったですよ。はい、そうですね。あっという間に2ストライクです。ジャストミート。ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが3塁を回った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース勝ち越しました。3対2。さらにチャンスは続きます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。ここはどんどん攻めたいですね。さてバッターの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。2回終わって3対2。タイガースが逆転しています。これから3回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは新庄。先ほどの打席はファールフライに倒れて打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は4番石峰。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁はセーフ。まずはアウトコース。低めで打ち損じを狙いたいですね。走ってきた。ヒットエンドラン。追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。4対2タイガース、なおもチャンスです。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ序盤で点差をつけておけばピッチャーが楽になりますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはバース入っています。初球ボール球です。バッターボックスのバース、今シーズン得点圏での打率は5割1分となっています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加。ライトセンター見送った。ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース6対2になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー彼らしい見事な一打でしたね。早くも試合の主導権をつかんだと言っていいでしょう。バッターは6番木戸。まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番江越。先
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。2球目打ちました。この打球はフライになっています。奥村抑えてワンアウト。打順は8番糸原。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ファウルになります。打ちました。取った。二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。バッターは今日の先発ピッチャー藤浪。今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席で同点となるツーベース。真ん中打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには亀山入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、点は取れるときにどんどん取る。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。三塁へ送ります。ファーストランナーもホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース5点を追加しています。3回終わって8対2、タイガースのリード広がっています。これから4回の裏。さあ、マウンドに上がったのは五十嵐。今シーズン24試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。さあ、小宮山さん、引っ張った。ファーストが取る。アウト。ワンアウト。打席には3番バッター新庄。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ワンアウトランナーありません。大きな打球になった。レフトバックする、バックする、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース9対2。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打点を上げてチームも勝ってる。初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、初球は何か、はい、まずは変化球。ファウルになります。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。10対2。タイガースちょっと一方的になってきました。打席には6番バッター木戸。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあ、ここも打っていけるか。外れていきます。ボール先行です。落ちるボールに手が出ました。バッターの木戸、今シーズンの得点圏打率は5割1分1厘。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には7番バッター江越。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトになっています。2球目は何で来るか。引っ張った。太田一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。4回終了。これから5回の裏タイガースの攻撃。バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。これはセカンド山田抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の藤波が打席に入ります。いやー、ピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。打順は1番に帰ります。バッター亀山。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席も1、2塁間、村上掴んで3アウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。5回はそれではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、チャンスの場面、手を出しますが外野へのフライに終わります。先制のチャンスを逃します。2回の裏、ワンアウトで2塁にランナーを置いて7番江越、甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース1点を返します。さらに続きます。一打同点という場面、ピッチャー藤波、その初球をしっかり弾き返します。タイガース同点としました。続く攻撃、勝ち越しのランナーを置いて1番亀山、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース勝ち越しに成功しました。3回の裏、ランナー1塁から4番バッター石峰、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。さらに続きます。得点圏にランナーを置いて迎えるは5番バース、3球目を捉えました。タイガース2点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃、バッターボックス松永、今日はまだ当たりがありません。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました、伸びていく、ここはフライになっています。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは守備交代から起用されている和田。五十嵐、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、山田抑えてアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには4番石峰、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、組み立てのポイントに打ちました。これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー2塁、初球ストライク、2球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、11対2になりました。タイガースなおもチャンスです。打順は6番木戸、打ちました、ショート取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。7回の裏、タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは大下、今シーズン17試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール、打ちました、この打球はどうだ、切れるか、わずかに左に切れました、ファールボール。3球目打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。8番バッター糸原、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここでタイガースダイソーを送ります。真由美ファーストランナーに入ります。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功、
まあ、得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。さあ外してくるのか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。12対5、タイガースリードを7点に広げています。さあバッターは島本、そのままバッターボックスに入ります。ベンチとしてはこれ以上ピッチャーを使いたくないということなんでしょうかね、はい、バッターボックスには代打のオマリー。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。引っ張った、飛びついて掴んだ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。これはいい判断でしたね。初球は何で来るか。ファウルになります。これはまた真ん中へ。まあそうですね、どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少なるとか。痛烈、これはどうか。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。13対5、タイガース大量リードとなっています。打順は2番松永。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、ボールになります。次が3球目。なかなかタイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。打った、取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。7回終わって13対5、タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号16、原樹里が4番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。豪快なスイングは空振りになります。ノーボール2ストライクです。さあ外してくるのか。まあ今のはよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インコース変化球決まりません。打ちました、手を伸ばして取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。このプレーは大きいですよね。初球ボール、変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。ワンボールツーストライク。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。積極的に行きましたがライト掴んでツーアウト。さあバッターはバース。この打席シーズン最多ホームランのタイ記録に並ぶことはできるんでしょうか。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、右中間破っていきました。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー1塁、バッターボックスには6番木戸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを、ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスファーストランナーに入ります。伸びていく、どうだ、どうだ、フェンス直撃、ホームに送球、本塁タッチはアウト。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回終わって13対5、タイガース大量リードしています。
試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。小宮山さん、今日はピッチャーは打線に助けてもらったと言っていいでしょうね。そうですね、まあ、長いペナント考えればこういう日もありますんでね、まあ、次はしっかりと抑えてくれるでしょう。まあ、そのあたりは持ちつ持たれつなんでしょうね。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よく晴れた天気になりました横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの10回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。立ち上がりの配球なんですが、はい、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか？打ちました、切れていきます、ファウル。次外すにしても意味のあるボールにしたいですね。なるほど、そうですか。打ちました、大和、アウト、ワンアウトです。バッターは真由美、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー今永、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。まず何を投げてくるか。初球打ち、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センターが取りました、ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。アウトコースへ決めました、ノーボールツーストライク。緩いボールを持ってきました、打ちました、切れました、ファールボールです。空振り三振、スリーアウト、チェンジ。2回表に入ります、タイガースの攻撃。バッターは注目のルーキー石峰、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。
当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。打った、高く上がった。さあどうだ、センター掴んでワンアウト。バッターはアリアス、今永。まずは先頭バッターを打ち取っています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているベイスターズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。初球空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。はい、インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。あっという間に2ストライクです。打ちました、痛烈、これはショートライナー。バッターボックス糸原、ツーアウトになっています。この回の今永4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。ファウルになります。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。振っていきましたが三振、スリーアウト、チェンジ。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきました。タイミングややずれています。ノーボールツーストライクです。アウトロー外れます。4球目は何で来るか。ファウルです。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択して。バットに当たりません、三振。まず一つアウトを取りました。8番バッターエゴシ、昨日はマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。これもファウル。ボールカウントはノーボールツーストライクです。アウトロー見送ってボール。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの前川。ここは盗塁も警戒しておいた方がいいですね。はい、走ってきた、ヒットエンドラン。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ベイスターズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁。さあベイスターズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね、まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、入った、ホームラン。先制のスリーランホームランです、タイガース。これで7試合連続のホームラン、ベイスターズ先制を許します。3対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。この一発で先制点を奪われました。バッターボックスには2番真由美。ベイスターズ先制点を許す形となっています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。これが3球目、変化球で空振りを取ります。さあバッターはバース。この打席シーズン最多ホームランのタイ記録に並ぶことはできるんでしょうか。ファウルになります。ボールになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあどう。打ちました、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガーススリーランホームランが飛び出しました。3、4回の表、
回は4回の表タイガースの攻撃。4番バッター石峰、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ベイスターズビハインドで迎える4回です。外れていきます。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスは5番アリアス。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。わずかに左に切れました。ファールボール。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ、追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは糸原。送るのであればきっちり。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー3。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。切れていきます。ファウル。バッターボックスの木戸、今シーズン得点圏での打率は4割8分8厘となっています。またファウル。まあ、次は思い切ってインハイストレートがいいんじゃないですか。なるほど。まあ、次はボールゾーンに落ちていくチェンジアップで空振りを狙いたいですね。ファース高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。今のファールの感じだとストレートに振り遅れてますね。打ちました。取った。一塁へ。ツーアウトになりました。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあ、ここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよ。打った。これはどうか。満々中左中間破っていきました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。5対0。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。リードを広げられています。さあ、バッターボックスには先発の前川入っています。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。見送ってまずはストライクです。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。5対0。タイガースのリード広がっています。小宮山さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。どうでしょうね。ぼちぼちも替え時なのかなという感じがしないでもないですよね。そうですか。ピッチャーの交代のタイミング見極めていきたいところです。アウトコース空振りです。ノーボールツーストライク。打ちました。さあ、どうだ。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番真由美。先ほどの打席最後は空振り三振。ランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。これが2球目。高め打ちました。左中間に大きな打球。この当たりはどうか。センター左へのヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターのバース、今シーズンの得点圏打率は5割2分5厘となっています。さあ、2球目は何か。打ちました。センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。初球は何から入ってくるか。まず最初のボールを決めていきました。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。
ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスアリアス、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球から際どいコースをついてきます。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ファウルになります。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。6対0。これから6、さあマウンドに上がったのは三島、今シーズン16試合目の登板です。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあしっかりと自分の役目を果たしてほしい。2球目打ちました。ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、そうですか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。起動、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番江越、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。キャッチャーが落下点に入ります。バッターは前川、ツーアウトになっています。さあまず1球目打ちました。セカンドゴロ、外、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。ボールになります。ボール先行です。ストライクになります。切れていきます。ファウル。まあ次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。これが6球目。打ちました。これはどうだ。セカンドの左抜ける。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。これが1球目。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。次が2球目。インコース決まった。低めのボール、ストライクを先行させていきます。追い込みました。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、インサイド落ちました。ファウルになります。バッターボックスの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割3分9厘となっています。空振り。ここはランナーを変えさせません。ワンアウトランナー二塁と変わります。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。改めてお聞きします、このバース、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。まあそうです。打ちました。宮本、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。この打席でシーズン本塁打記録は達成できませんでした。まずは見送ります。ワンボール。打った。センターに大きな打球、伸びていく。どうだ、どうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。7対2ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは5番アリアス。まあベイスターズとしては最後まで諦めないためにも、ここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。低め外れています。151キロ。
アウトコース打ちました。ここはフライになっています。三島が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。7対2、タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズ。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは武藤、今シーズン18試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球空振りです。外れていきます。この球は落としましたが決まりません。打った、右中間に強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。打順は7番木戸。まあベイスターズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。落としてきた、しかしバットは止まっています。失投気味でしたが空振りを取ります。これが4球目。アウトコース、これは見送ってボールです。3ボールになりました。打ちました、大きな打球になった。これはどうか、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対2、ベイスターズなおもピンチです。バッターボックス江越。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。さあ打席には先発の前川入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。いいところから落としてきます。ファウルになります。体に近いところ、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ちょっとタイミングはずれました。バッターの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割2分2厘となっています。さあ3球目は何か、真ん中打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたがしっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打席には2番バッター真由美。これが初球、最初は変化球できました、ストライクです。2球目は何で来るか、打った、宮本取って、3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3点を追加しています。10対2、タイガースのリード広がっています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。釣り玉でしたけど見極められましたね。振ってきません、外れています。ここもファールです。ワンボールツーストライクです。入れました、ファールボールです。よく見ています。打ちました、いい打球だ、下がっていく下がっていく、ぐんぐん打球伸び、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録に並びました。追い込んでからの変化球でしたが打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。これだけ粘られた挙句ホームランを打たれたらピッチャーたまったもんじゃないですね。はい、
バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと打ちました。これもいったか。大きな打球になった。センター入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。12対2になりました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態です。バッターは守備交代から起用されている和田。初球ボール。まあここはバッター狙い撃ちしてきますから甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ボールになります。ストライクが入りません。3ボール1ストライクです。ファウルです。さあ6球目は何か。見逃し三振。まず1つアウトを取りました。6番バッター松永。まあここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球に打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。13対2になりました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。ちょっと合わないようです。あっという間に2ストライクです。打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の石田。さあマウンドに上がったのは石田。今シーズン16試合目の登板です。バッターボックスには代打のオマリー。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。初球簡単にストライクを取ります。一塁牽制セーフ。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3連打。ランナー三塁一塁となりました。さあバッターボックスには先発の前川入っています。ベンチとしては完投してくれということなんでしょうね。そうですね。さあ追加、ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。まずは変化球から入りました。ファウルです。空振り。ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。ランナー三塁一塁は変わりません。まずは見送ります。ワンボール。低め外れました。ボール先行です。大きく外れました。ストライクが入りません。低めストライクになります。レフトに持っていった。これは大きいぞ。伸びる。伸びていく。フェンスダイレクト。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点を挙げました。14対2になりました。ベイスターズさらに三塁二塁のピンチが続きます。2番バッター真由美。見送ってまずはストライクです。内へのスライダーはボールになります。次が3球目。
これは変化球。さあ4球目は何か。センターへ。このフライはどうだ、落ちるか。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。14対2、タイガースのリード広がっています。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りで。